る前や。中二とかで欲しいって言って。どうもみなさんこんにちは。ということで今日はなんだかちっこい車が来ましたね。ということでね、こちら皆さん知ってると思うんですけど、誰が買ったか、オーナーさんどうぞ。やる気なさそうに来るね。はい、今日1月1日だよ、はい、配信されてるの3月だけどね。3月なんですか。3月の多分2週目ぐらいじゃないかな。だいぶ先っすね。だいぶ先なんですよ。でも撮影は1月1日なので、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。時差がやべえなって言われるよ。ということでこちらのスーパーキャロル。スーパーキャロルですか。タコどこやったの。いや風で飛んでくんで、もう中を何でしまったの。ということでね、はい、こちらの車は皆さんよくご存知のなんでしょう。こちら何ですか。マツダキャロルです。しかもタコちゃん18歳です。いや今19です。はい、そうなの。はい、19です。なってる。なりました。3月で。いやもう、あ、もうなってる。撮影時点で19歳です。どう思いますか。その年で、いや買った時何歳よ。違う、買った時じゃないって、免許取る前やん。ちょ、俺ねこれ昔あの岡山まで取りに行ったんだよ。はい、そう取りに行って、俺これ欲しかったの前から、このターボが。でアルトワークスだと被るからキャロルのターボにしたんだけど、そしたらね、俺が持ってきた時にね、タコちゃんがね、その車欲しい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 言うから、俺ファーストクラスで放置しとったな。これ丸2年間ぐらい、ね、丸2年間だって距離が 何キロだった。買った時が9万4000ちょっとでしょ。だから乗っちゃうと10万キロ超えちゃうからと思って、俺わざわざそのまま放置して、乗る時にタイベルとか全部変えてフルメンテしてあげようと思って取っといたんですよ。ありがとうございます。本当に買うんかなと思いながら、あ、買ったっす。買ったんすよとか言って、そう、ちょ、なんでこれが欲しかったか言ってよ。なんでこれだいぶ変わってるよこれ欲しいって。普通じゃないよ。いや本当 AZ は欲しいですけど、ちょっとお値段が、うん、高いから。でそれで考えた時に P さんがこれ買ってきて同じ音すると思ったら F6 で、音エンジン一緒だもんね。同じです。なるほど、ね、で欲しいってなりましたね。でこれを買った。はい、でもねこれも言って安くないんだよ。まあ高かったですね。あの車体代より整備代の方が高いんじゃないかってぐらいお金かかってるんで、だってまず塗装がやれやれやったでしょ。で消耗品、タイベルとかもその辺のセットとその他の消耗品も全部変えてるわけよこれ、はい、でなんかいろいろなんちゃかんちゃしたら200万いっちゃったってね、はい、あれなんだっけ、修理書2枚ぐらいあったね。いや自分見てないです。見てないの。ブワーって書いてるのが2枚ぐらいあって、これいくらかかったかな、整備で 4,50 万かかったよ多分。多分そうですね、うん、本当にそんぐらいかかっちゃって、なんか何買ってんだかわからなくなったっていうね。だからもう一台変えたっすね。もう一台変えたっすね。もう一台変えた。まあでもキャロルが選ぶほどないから、もうしかも白珍しいし、ちょっといいとこ行って乗ってみて。どう乗ってみて、うん、実際乗ってみてどう。キャロル、いや思ってる以上に速いっす、うん、速い、速いらしいです。速い、車重が重遠征650ぐらいじゃないですか。650キロだ、やばくない皆さんこれ。え、マジ軽いです。で何の OEM？ これは、CK のアルトワークスのプラットフォームが入ってます、うん、っていうことは、まあ、実質アルトワークスだね。そうですね。でもエンジンがちょっと違うのが、これが、ワンカムで、うん、ワークスがツインカムですかね。そうなんですよ。ちょっとそこら辺が違うだけで、基本的にはまあほぼほぼワークス、はい、ほぼワークス、まあ側が違うだけですまああのね、皆さん知らんと思う多分この車何か。知らないと思います。これでも昔ねよく走っとったんですよこれ昔はね、はい、でこれあのターボなんだけど、ターボじゃないとキャブ車なんだよね。キャブですね。だよね。で F6 だとこれちゃんとここになんかカビ臭いからキノコ生えとるけど、放置しすぎたっすね。放置すぎて緑色のキノコ生えてきたわ。で踏ん張りくん、はい、何踏ん張りくんって本物これ。いやわかんないです。踏ん張りくんって昔聞いたよ。最近聞かんね。あるのまだ。いや自分わかんないですよ何それ。でタコちゃんこれ壊れたらチューニングされた F6 積むんでしょ。まあできれば積みたいですね早いんかなあれ。いや早いと思うんですよ。ちょキャロルの気に入ってるところ行ってよ。
まず、まあ、誰とも被らんすね、これ。これ被らんね。これ走ってんの見たことないもん。で、なんかコンビニとか行っただけでめっちゃ見られるっす、うん、見られる？声かけられる？まあ、コンビニはないですけど、スタンドとか行くとおじさんとかに、おじさんホイホイ、はい懐かしいねって言われる。懐かしい、キャロル可愛いねとか言って言われる、はい、顔が笑っとるもんね。もうめっちゃ笑顔っす。これ鼻もついとるし、はい、ちょ、そう、なんかちょっとねペットみたい。あー、近いっすね。でもやっぱ俺ミニの方がね、ミムミニの方が面白い。やっぱ、いや、それは思うっす。面白い。でもこれもペットみたいな車だね。はい、はい、他に言いたいことは、他に言いたいことっすか。今のうち言って、ちゃんと。え、アンテナ伸ばしちゃって。それ多分若干短いっす。もっと伸びるよね、これ多分。出てないもんね、多分。そこを固着しとるっす。ああ、これ新品出ないの？いや、さすがにないっす。そう、こういう車壊れると苦いかんで部品が電くなりそう。まだエンジンパーツはいいけど、内装部品とかね。ボディと内装マジないっす。そう、あのね、ドリンクホルダーいくらだった？自分買った時が7000円ぐらいっす。今1万超えとらん？あ、超えてます。このキャロルのね、オプションのドリンクホルダー、ネットで大して使い物にならんのに1万ぐらいするよね、うん、はい。あとスイッチ万超えだよね。最低1万3000とかっす高くない？そう、だってね、普通の車だったら3000ぐらいで買えるよ、多分ね。1万円だよ。何この車、高級車やん、はい、BM じゃないのこれ。 BM、まあ、キャロル、キドニーライトなんで。キドニーライト、はい、キドニーライトやんこれ。これハロゲンで LED 戻したんでしょ、ハロゲンに。全部ハロゲンにして今してるやん、はい、飛んじゃうよ光が。なんか散らばっても。そう、これすりガラスだからじゃない、多分ここ、うん、ねえ、はい、ということで、まあ前から見てもね、これかなりちっちゃいんですよ、はい、ほら、こんなんだよ、やばくない？ねえ、手伸ばして届くっす、こうやってやったらねはい、ということで、じゃあ横から見てみましょう。はい、まだ、はい、まだ、これ白煙やばくないですか、マジで。何？めっちゃ出ません？いや、白煙出てるぐらいがかっこいいんだって、こういう車は。何言ってんのね、めこういう車白煙出てるからおおってなるやん。なるんすか？なる。アルトワークスがボーッとチューニングしちゃうのかなと思う。いやはい、ということで横です。はい、これ本当は俺が乗るはずだったんよ、これ本当に。うん、じゃ、これはね、俺持っとっても値段下がらんだと。もうそこでだったもん。まあ確かにそう。むしろもっと古くなったらちょっと値段上がってきそうやん。若干上がりつつあるね。だよね。ということで横、こんな感じの超ミニマムな2ドアな車です。はい、2ドアだよ、やばくない？このミラーなんかさ、これぐにゃぐにゃ動くからね、これ、はい、風で押されん？まだ大丈夫です。まだ大丈夫。ぶっ放すなんか押される気がするけどな、クタクタになって。はい、こちらホイールは何でしょう？何でしょう？何このホイール？SSR のビエナのディッシュです。ビエナディッシュです。これね、最初タコちゃんね、ゴールドの旧車チックなホイールが言ったんだよね、はい、で俺が、いや絶対ディッシュでしょって言って、はい、もうこんな感じやん、まんま違う、うん、もうヤンシャになってるじゃん。ヤンシャでいいんだって。こんなんヤンシャ以外何があんの？え、じゃあのワークスとか旧車チックな人いるじゃないですか。ああ、あっち系もいいかなと思ったんですけど。両方触れる。そのワークスもそうだけど、なんか旧車っぽくもできるし、こういうディッシャー化してキャンバーつけるとヤンシャっぽくもなるし、うん、俺どっちかというとヤンシャっぽいが好きかな。いや、でも実際こっちらかっこいいっす。そうだけど、別にさ、その底辺平とかじゃないから走りとか別に支障出ないじゃん。全然ないっす。意外とね、いい。あとブレーキがこら目立たないじゃん。あ、確かにそう。なんか見えないからさ、小ささが分からんよね。まあそうっすね。そう、やっぱディッシュでしょこれ。やっぱ当時も、はい、だけどちょっとあれだったね。これ何時だったっけ？ 6J？ これ 5.5 っす。あ、 5.5？ は？ 5.5？ 5.5 っす。だった？そう、最初の当初のでね、 5.5 か 5.5 か入れて、はい、なんかちょうどいいぐらいかなと思ったらさ、フェンダーそれさ、なんか伸びてるね。ここ出てますフロントなんかめっちゃ出てますよ前のなんか多分ね引っ張ったんよね、はい、それでなんか予想外に引っ込んじゃってるっていうね、はい、ちょっとスペーサーワイトレ入れたいね。そう、入れたいです。入れればかなり良くなると思う。でも当たるんでしょこれ今でも。いや、スロープ特攻すると当たるっす。ってことは出したらもっと当たるよ。やばいっすよね。フェンダーぐにゃぐにゃになったら部品これ怪しくなるよ。はい、その辺のさ、ムーブとか担当だったらここ出るけどね、うん、ちょっとこれある出てる。ヤフオクでたまにっすね。たまに。ちょっとぐちゃぐちゃにしたくないね。はい、で足回りがストリートライド、はい、新品でつけました。破格で、はい、ありがとうございます。これいくらで出したかな。なんかめっちゃ安く出したよこれ。ホイールも安かったし、でバネがこれ吊るしのバネじゃなくて、なんだっけ、ラルグスのタルバネの6キロ。あ、6キロなんですか。うん、6キロ。あ、なんだけど、これなんでついてるかっていうと、俺のねソリオにつける予定だったバネを俺買って、つけもせずに違うバネ買ったっていうね。
おかしくないですか。やばいよね。じゃあまで届いて見た瞬間、あ、これダメだなともう見てわかるもんね。もう乗らんでも想像できたわ。あ、これダメだ、はい次って。で次のやつ買って今ちょうどいい感じで余ってたからここにつけた、はい、そしたらやっちょがあのバネ売ってくださいって言うから、はい、あ、もうタコちゃんつけてったら、マジっすかとか言ってよ。って言ってやっちょが、マジソプリウスにつけたかったんだって。あ、でもちょっとキャロルにこれどう、若干硬いような気がする。硬い、まあ、6キロだもんね。これだったら5キロぐらいでもよかったかもしれない。多分いいそんぐらいで、まあでも人2人乗って走ったらでもこっちの方がいいと思う、うん、でタルバネだからちょっと硬くてもいいと思う。あ、はい、ってことでなんか車高下がっとるね。結構底付きするでしょう。いや、しない、そこまでしない。嘘やん、するってドンならん。 あんまならんすか。ならんの、気づいてないだけじゃない。いやでも道、あのバイパスとかで、まあ、ある程度出してると、うん、たまになるっすけど。だってクマちゃん乗ったら底付きするよね、後ろに座ったらね。クマちゃん座らしみん、ちょっとクマちゃん座ってよ、トランク開けて。トランクですか。いやマジマジ底付きするってこれ。あ、鍵か。集中ドアロックなんて高級なもんついとらんもんね。これこれトランクオープナーあるんすよ。 あるんかい。ちょっとクマちゃん座ってみてよ。多分底付くよ、クマちゃん座った瞬間。いやもう底付いとるやん。ちょっと立ってよ。座って。え、もうすごくないやん。でも常に底付きだって。そんなしてるんすかね。いや沈まん、もうまあもうバンプタッチしてるわ、バンプタッチ。はい、まあこういうことよ。これをアクセル変えると足が動くようになる。変えようか。変えたいですけどお金がないっす。お金なんかどうにでもすりゃいいんだって。まあ1回ぐらいバイトめっちゃ入って稼げん、その分。意外と保険高いですよ。これいくらすんの。これ月2万っす。は、これで2万っす。は、マジっす。2万円は、やばくない。はい、2万なの。親の統計とかもらわなかったら3万っすよ。は、なんで、年、年齢。いや、多分これ、あれじゃ。え、だって俺これ見積もらった時3000って言われたよ。マジっすか。マジマジマジ。いや、車体入れてるからじゃないですか。いや、同じような条件でやっても3700円だったかな、俺。いや、T さんだって全部安いっすもん。俺全部安い、安いんすよ、俺。エブリー7000円でしょ。だってベンツで1万9000円だもん。おかしい。あ、じゃあ今安かった1万4000円だ。あ、そうなんですか。うん、で車両もちゃんとついてるよ、全部。弁護士特約もついてるよ、全部つけてるよ俺。あの俺ね、いつぶつかっても来てもいいようにね、全部つけてるから。まああって損はない。ごねたろうかなと思って、誰か突っ込んでこんかなと思って待ってんだけどね、全然こん。いや、あんな突っ込めてない。まあ、つか俺もう1年ぐらいいてって言い続けるよマジで。はい、まあ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 、ちょっとあれだね、そこは変えたいね。まあやりたいっす。まあ大丈夫、年来れば下がるから保険は。まあそうっすね。この間マーク X 7万ってこおったよ。マジっすか。好き。マーク X ですか。マーク X で、ええー、とか言って。7万ですか。多分ね、あとね保険会社によると思う。あー、まあ確かに。どこの保険会社使ってるか、まあ、それはね。あと俺農協だから安いんよね俺。ああ。そう、まあこれで2万か、年間24万か。まあやばいね。可愛いです。可愛いね。だってさ、5年ぐらい乗ったらさ、もう車体買えそうな金額できるよね、マジで。普通に。そういうことか。まあ、しゃあないね。はい。見て、この2ドア。この音いい。めっちゃいいっす。締まり悪いですけど。これ意外とドア長いんすよ。これ長いよね。思ってるより。風でさ、押されるっていうね。なるほど。はい。あれ、なんか。この間までガラス真っ暗だったやん、全部。え、気のせいですよ。気のせいじゃない、俺証拠持ったのもこちらの写真です。ちょっとよくわかんないです。どうしたの、全部極端になくなったやん。そうですね。でも明日ね、俺に貼らせるらしいよ、全面ここ。いや、後ろだけっす。うん、後ろだけっす。後ろとここ貼らせるらしいよ。車検通んなくなっちゃうんで。もう遅いて。はい、え、どう見てもノーマルっすもん。はい、ということでね、リアから見ていきましょう。はい、さあ、はい、リアです。ちっちゃい車やな。ちっちゃいっす。どうこれ、当時の軽乗車のウィングだよ。高級品だよ、当時からしたら。だってあんまついてるのないっすよこれ。いや、ないでしょ。すごいよねこれ、汚れがたまるよねこれね、ついてると。めっちゃたまるっす。ちっちゃいね。はい、ちっちゃいねこれ。この皆さん、これこのマフラーサービス、はい、最初はこれ見積もりに入ってなかったんですよ、はい、で俺がね、このディッシュにしようって言ってディッシュつけてからさ、車を見るときにさ、うわなんか寂しいなと思って、うん、俺がファーストクラスお願いしてね、ちょっと安くやってくださいって言って、ワンオフでマフラーを
作ってもらったんですよ。でこれあのわざとさアクセルの下を通してんの。あわざとね、あの、はい、上から通すとここがさエンドが短くなっちゃうの。確かにそうですね。そうなるからでちょっと離れてるのにさこうズボーって下に入ってるやん。だいぶ奥の方で見えるっすもん、ね、そうそうギャーってこう長く見えるからちょっと羽下からのまくり上げて斜めにしてもらったので、神様とそれ相談してこれちょっと遠くからでもこう見える方がいいんじゃねみたいになって、やっぱヤンキーだからね神様も。まあそうですね、旧車チックな感じでギャーってこう長く見せるためにだちょっと打つよね下たまに。いや打ってない、フランジが当たるっす。あフランジが当たる。まあ見栄え重視で作ったんで。いやこれ売ってないもんねキャロルの。いや見たことないです。ないよね。ちょっと音先聞こうか。はい、いい音するにこれ。もっともっと景気悪。え景気悪。えそんなもんじゃないです。何それみんなもっと聞きたがってるよ多分。え控えめだったね。ガンは真面目なんで。白煙吹くあたりかっこいいわいや前出てなかったよね。出てないです。どうしたオイル上がってきた。気づいたらこうなってました。これツーストでしょ。まあ実際ツーストっすよ。キャロルツーストなんであのオイル定期的に入れてもらえばいいんで食っちゃってると思う多分。多分そうっす。まあエンジンの世界やもう。まあおいおいっす。 F6 やめて K6 乗せよいやまあまあめんどくさいですよ。まあまあめんどくさいの。まあ同じ F6 やったらリビルドエンジン30万ぐらいじゃない。全く同じたら20万ぐらいです。20万。あじゃあ現実的にはね、はい、最悪壊れてもなんとかなるぐらいじゃん。まあ、なんとかできるです。あこれがね BM とかで100とかなったらね。いや無理っす。無理だけどね。あじゃあ全然いいじゃん、はい、ちょっと待ったこれ開けて。なんか俺見えたぞ。なんやこれ。はい、なんやこれ。ちょっと汚いですけど。何これ。はい、1300ワットって書いてあるぞこれ。まあマックスなんで。何これキャロルに対してこれでけえだろちょっと重いっす。重い。これ重いの、はい、あこれ重いわ。重くなった後ろ。若干重いっす。これで沈んでんじゃないの後ろ。いやそこまでいかないと思う。いかない。これでボンボンやってんの。まあはい。でしかもこれね何が面白いってこれいつ買ったやつ。これ確か中学生の時なんだけどキャロル買う前っす、ね、中学生の時ねこれを部屋で使ってたらしいからね、はい、頭悪いんじゃないマジで。親に怒られなかったらうるさいって。あ全然大丈夫です。家でボンボンやってんの。はい。バカだろマジで響く部屋の中やばいっす。いやいや、はい、どんな感じ。いやでも割と鳴るっすよ。いや割と鳴るって部屋でやったら結構うるさいと思うよ。まあはい、いるんだよこういう車好きなね中学生ね。家でカースとか使っちゃうんでしょ、はい、カーナビとかね、はい、あったの。あの上にロックフォード吊り下げてたっす。バカじゃん家でカーナビどうやって使うの。いや普通に音楽流してるですモニターウィーンってやるやつ。あこれ今ついてる。今ついてます。インダッシュこれを家で使ったの。はい。すげえやつやなマジで。コンポ買うって選択肢はないの。いやないっす。らしいです。ちょっとやっぱ頭おかしいんですよ車好きは。はい、はい、テールも可愛い。ここブラックにしようよちょっと。いや同色でいいんじゃないですか。同色。はい。ピンクとかにしなくていい。ピンクはちょっと違う。ピンク違う。なんかこれフィルムないならないでかっこいいよ。いや確かに似てる感じはいいですけど、ね、乗ってるとなんかガラスでかいで眩しいですよ全体的に。よくない。あこれしか UV 入ってない。入ってないです。めちゃ日焼けするっすよこんなの乗ってると。何これ本当に素のガラスやん。はい。色入ってないね。なんもないです。暑いねこれ多分。暑いっす。ああなるほどなるほど。わかりました。これね後編で細かく見て試乗インプレッションしたいと思います。はい。タコちゃんガチャガチャと壊したかもしれない。まあちょっと壊れてはいるんですけど。何が壊れてんの。いやクラッチがやばいです。なんで。やったな。まあでもねクラッチね最初ね結構やりやすい、うん、ダメにしやすい結構みんななってる。なんかねなんだろうねあれ。いやあのシンプルに初心者すぎて扱いがまあ上手くないっていうんですかね。上手くなるとねびっくりするぐらい長持ちするよ、うん、本当に。なんだろうね切り方とかかな。なんか踏み方とか分かんないけど、まあ、切り方と回転合う合わないっていうそういうのもあると思う。合わんと削っちゃうからねクラッチ、うん、まあいろいろあるんですよこの車は。ってことで後編じゃ試乗インプレッションしながら内装見たいと思います、はい、今日はこの辺でさよなら。さよなら。Your fault.